はい、どうも始まりました。ウタウズチャンネルです。よろしくお願いします。今日の動画は、ついにね、新しいね、鳥のね、孵化。それにね、挑戦していこうと思います。まあね、今回ね、孵化させるのはね、実を言うと、知り合いのね、方から、フランキー持ってるんでしょって言われて、あ、フランキーありますよ。二つ、まだ使ってない方もあるんで、二つありますよっていう話をして、そしたら、じゃあ、孵化させてもらっていいかなっていうね、お話が来まして、で、今回は、そちらのね、鳥の孵化を挑戦させていただけるということで、うちでね、孵化させて、少しの間、育てていこうと思います。じゃあ、もったいぶってもしょうがないので、そちらのね、卵の方を紹介していこうと思います。じゃあね、なかなかね、僕もね、これいただいて、初めて見て驚いたんですけど、その卵は、こちらになります。じゃじゃん。こちらの卵になりまーす。実はね、これがね、アヒルの卵なんですよね。ちょっとね、大きいのがわかりますかね。円がね、楕円みたいな感じのね、あんま尖ったりはしてない感じですかね、卵が。こんな感じの卵をいただきました。いただきましたっていうか、孵化させてくれということで、お預かりいたしました。はい。アヒルの卵と言いましても、僕がね、前に飼いたいと言っていたのはコールダックであって、これはね、大きくなるタイプのね、普通のアヒルっていう話を聞いてます。でね、なぜね、これをね、孵化させるかというと、このね、アヒルをね、飼育されているね、方がいらっしゃいまして、まあ、知り合いのお世話になっている方なんですけど、その方が、まあ、アヒルを飼育していたところ、野生のね、獣によって、3羽いた中の1羽が襲われて亡くなってしまったということで、ちょっとね、子孫を増やしたいというか、まあ、そこでね、飼える設備がね、あるので、できれば、増やしていきたいっていう話で、今回ね、僕の方にお話をいただきました。アヒルなんてね、孵化させるのはもちろんね、初めてなので、右も左もわかんない状態なんですけど、今回ね、フランキーもね、二つあるので、まあね、こちらのね、リトルママ。こちらのね、リトルママ。これね、このね、リトルママはね、買って一回も使ってないっていう状況なので、ようやく使用できるかなと思って、今回孵化に挑戦します。卵はね、5個預かりました。湿度管理をした方がいいということ、まあ、湿度をね、水鳥なので上げた方がいいというのを、前にね、ガヤカチョウカフェの、店長さんに、お聞きしたので、今回はね、こちらのね、リトルママ、こちらのリトルママの方に2つ、で、前のフランキーの方には3つ入れて、孵化に挑戦しようと思います。初めてのね、二大体制の孵化なんで、どんな感じになるかわからないんですけど、多分生まれたらすごい可愛いね、鳥さんが生まれてくれるんじゃないかなって思っています。まあ楽しみですよね。はい、じゃあね、アヒルの孵化、やっていこうと思います。はい、それではね、大事な卵なのでね、このね、ウレタンのね、クッションの上にちょっと置いていこうと思います。もうね、卵がね、大きいですよね、これ。お、怖っ。怖い怖い怖い。あ、僕もね、こういう卵を見るのはね、初めてなので、恐る恐るって感じなんですけど、さっきね、少しね、水拭きはしたんですけど、まだ少しね、汚れっぽいのはついてるんですけど、これ以上ね、拭くのは良くないかなと思って、やめました。こんな感じで。じゃあね、これにね、うちのね、うずらの卵と比較をしていきましょう。これはうちのうずらの卵です。このぐらいね、大きさの差があります。大きさ的にはね、鶏よりは大きいですね、間違いなく。こういうね、形もまた、なんかちょっと神秘的でいいかなっていうの思いますね。やっぱうずらの卵に比べると、こういう白い卵って中がもうこの状態で透けてるんで、絢爛とかね、めちゃくちゃ楽しみですね、これ。どんな感じになるのかっていうのはすぐ、ライト当てたらすぐ見えるんかな。いやー、楽しみだなぁ。まあでもこれもね、無精卵の可能性ももちろんあったりするので、果たしてね、ちゃんと帰るのかわかんないんですけど。はい。じゃあそれではね、ちょっと設備の方をセッティングしていこうと思いまーす。はい。じゃあね、今回はね、こちらの衣装ケース。できるだけ温度変化がないように、こちらの衣装ケースの中で、2つね、このフランキーを入れてやろうと思います。じゃあまずはね、こちらの前のね、フランキー。中にね、水を入れていこうと思います。ちょっとね、今考えてるのが、加湿した方がいいっていう感じなんですけど、このね、ブランキの場合は、真ん中に水を入れるぐらいで、加湿というのがね、あまり多くはできなかったんですよね。なので、自動加湿って自動加湿なんですけど、温まった温風の揮発で、
加湿してる感じなので、水鳥なのでね、もう少し湿度が必要だと思うので、ここにね、卵の形のものか、ガチャガチャのね、あのケース、ガチャガチャのあの丸いケースに、ちょっと穴をね、いっぱい開けて、濡れたガーゼとか入れて加湿していけば、転がりながらね、加湿ができるんじゃないかと思って、それをね、ちょっとやってみようと思います。はい、こちらがね、リトルママです。じゃあリトルママをね、入れていきます。はい、じゃあこんな感じでセッティングしました。でね、リトルママの方はこちらのね、うずら用のね、天板のアタッチメントは外します。で、こうするとね、卵がね、3つ入るようになっているので、ここにね、入れていく感じです。はい、じゃあ電源を入れます。お、よし、こんな感じで OK かな。とりあえずね、温度が上がるのを待っていこうと思います。はい、じゃあね、しばらく置いたので入れていこうと思います、卵。まあね、今回ね、コールダックではなく、普通のね、アヒルなんですが、なんかね、やっぱね、コールダックに比べてとてつもなくでかくなるみたいです。重さがね、3キロぐらいになるみたいなので、だいぶ大型ですよね。はい、3個入れました。じゃあ続きましてね、リトルママの方にも入れていこうと思います。ギリギリかな、ちょっと、一応こんな感じで卵セットをし終えました。じゃあね、ちょっと温度がね、あまり変化がないように蓋も閉めましょう。まあ、蓋閉めると言っても、まあ、隙間はあるので、空気は全然平気なんかなと思います。はい、じゃあね、こんな感じでね、アヒルのね、孵化を始めたというね、動画となりました。まあね、なかなかね、僕も初めての経験ですので、アヒル、そしてね、新しく投入したリトルママ、このね、フランキーのね、果たしてどうなのかっていうのを楽しんでいこうと思います。今回の動画がよろしければ、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ウサウズチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。